どうも、こんばんは、エデムです。今回は東京ぐるりインボーク、イベントで今やってる捜査官再編成の難易度がいつものイベントなら A までしかないものが、今日のアップデートで S が出現していますね。どんなものなのか触っていきたいと思います。ちなみに、これ先週初見で挑んでめっちゃ攻撃かわされてクソ苦戦したんで、全員に何これこの魅惑的っていうスキルじゃないわ、アタッチメントで敵の回避を無効するっていうのを全員につけて、多分フレンドのこのね、アキラにもついてるんだよね。うん。ついてるから、まあ攻撃かわされないでしょうということで、先週と同じパーティー。これ余裕だよな、多分な。まあ S がどれほど強くなってんのかわかんないけど、まあいけるんじゃないかな。避けられないなら怖くないでしょ、このイベント。オートでも回せちゃうんじゃないの。S だから攻撃力とかが HP が変わってるんだろうか。まあとりあえずブレイクさせよう。え、硬、ちょっと待って、硬いんだけど。私がやろう。あ、硬え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 。あ、硬えわ。え、ちょっと待って、硬いぞ。嘘だろ。これキャラを極限まで育成させないと無理か。え、マジのスケ。いや、おったり。いや、待て。そうか、そういうことか。なるほどね。これはまずいですね。エンゴス。とりあえずアサチュンアキラで、ピヨピヨを刺して、銃創でブレイク取れないかな。あいつ全然食らわねえじゃん。銃創溜まってほしかったんだけどな。ちょっと待って、これさ、やばくない？これ正直 S 勝てるのか。ないでいこう。こうなってくると長期戦はダメだな。これ何で来ればいいんだ。え、トーカとかになんかそのバフかけまくって、クソ大トーカより攻撃力っていうか、あれダメージ出るやついんの今。全然知らないからあれなんだけど。マジのすけ、これやばいんじゃないのかな。あ、でも銃像そんなあれだね、あのゲージっていう硬くないな。いや、硬いのかこれ。うーん、これどうなんだろうな。今アキラがめっちゃブレイクできるってだけか。ピオレ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 。重装法ピョらなかったな。これスキル使われたらやばくないか。コンコンコン。いや、これやっぱ初見初見余裕とか言ってすいませんでした。クソ強いっす。なんかピンチです。体なまってないかな。うわわ、あーつれ。今どうやって勝とうかさ、この勝負は負けだろう。次どうやって勝とうか考えてるんだけど、なんかキャラ育成してもこれいけんのかな。俺全然潜在能力とかやってないんですけど、まだいけるもんなのかな。いい案があったらコメントで教えてくれ。必死こいて考えてるけど、これは無理。なんか俺の持ちじゃ無理なんじゃないかなと思ってきた。さすがに HP 半分は削りたいな。まだ半分じゃないだろう、あれ。
私がやろう。これで。アキラのブレイクすごいな。しかし。なんかね、キャラ強化すれば多分10増ぐらいの差で篠原が鬱陶しいんだよな。これコンティニューしていけるの？コンティニューするわ。濃昏したかったんだけどね。スキブいつ使えるのこれ。とりあえず10ゾーンスキル使える。おこれいつたまんのこれ。ちょこれスキブいつたまんのこれ。おいおいスキブいつたまんだこれ。たまった。でこれでアキラでかけるかカネキでダメージ生かすか迷ったんだけど、これアキラでいくわ。あざか。これで負けたら面白い。え、かわいい。見た今のアキラ。え、なんか伸びしてたよ伸び。しかもシャツの袖から手出てなかったし、かわいすぎかお前。下どうにかしろお前。これでパキ。まあまた考え直して再挑戦だな。これはどうしよっかな。アキラ貯めとくか。スキル使ったし、あと4ターンは安全圏内かな。わかんないけど、よいしょ。僕が行こうか。体。こいつ勝ってんだよな、このガチムチジジイ。ちょ、10増だけ倒したいな。動くな、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 動くな。ここで動かれたらやばいんだけど、結構。せっかく、え？嘘やろ。死ぬなじゃねえよお前。マジか、混乱してんのにあいつ混乱したふりか。さては、これまずいな。もう下手するともう一回石砕かなきゃいけないんじゃない。下手しなくてもこれ石砕かなきゃいけないんじゃないのこれ。ねえ、動きすぎじゃない。混乱ってさ、麻痺の介護感なの分かってるけど、さすがに動きすぎじゃないか。やべ、畳みかけます。使うの忘れてた。でもここでアキラ使っちゃうとさ、こっちに行こう。アキラそこ、いやマジ動かないで頼む。お前らピヨってんだからそのままピヨってろよ。アサチュンアキラの力見せてみろ。おいおい、やめろマジでやめろ。10増ぐらいやれたでしょこれ多分ね。これ次ブレイクさせてさ、スキブたまっかな。僕が行こうか。体なまってないかな。なまってないかな。ここでここでダさんで、カネキのスキル7。これで死なねえだろ、十三。うわーこれまずいな、これまずくないか。これ相手動いたら俺死ぬんだが。おーい、せめてスカートの中見えるような倒れ方してくれ。スカートじゃないシャツだったわ。おいマジやめろこのコンティニュー、ほんとこれあれか、混乱より麻痺させる方がいいか。俺これカニキいらねえな。篠原に変えて敵を永遠に麻痺させ続けるか。十三を、それだ、その作戦でいこう。次死を刺したのか。十三はピョらなかったぞ。っていうかこいつこのターン死んでくれるのか。これあいつピヨってねえからさ、また前衛のダメージとか絶対やってくるぞ。この3815って数字がどこまで減るんだこれ。あー微妙じゃねえか。死ねえ。これはまずい。ほいほい、おいいぞ。
前衛来るだろこれ絶対。あ、来なかった。なんで？アネキお前お役ごめんなんだけども、そろそろ。オッケーナイス。これで金木下げーの、まあいつなんか勝手にピヨってるから。いやマジ勝てえなこいつ。ちょっと待って、ニコンはさすがにねえわ。あいつ動かなかった。じゃあもう一回ピヨってな。あいつピヨりすぎじゃない？これで硬すぎてさ、ここを多分早送りしてると思うわ。ねえ待って、篠原相手にさ3個目したんだけど、なんなんこいつにやられる俺のパーティー。最後は重装で篠原をぶち殺すっていうね。まあ強すぎたこいつら本当に。びっくりしたよ、三婚はね、さすがにビビるわ。はい、ということでお疲れ様でした。なんかこれかわされなくなったからオートでもいけるんじゃねとか言ってた15分前に戻りてえわ。はい、お疲れ様でした。